どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのカズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレで簡単にすぐに音楽できるようになりますよということで、日々簡単レッスン公開しております。今日もモリモリ始めていきますよ。はい、本日のテーマソングはですね、まさにこの今冬の真っ只中、声を大にして歌いたい曲こちらです。ドン、オリオン、米津玄師さんのもう冬の名曲でございます。これ取り組んでいきたいんですけど、この曲はですね、ガズレレでかつてね、もう5年か6年前に1回取り上げてる、レッスン動画で取り上げてるんですけど、今見るとね、ちょっとね、もうちょっと深めたいなということで、今回2023年もう最後ですけれどもね、そろそろね、23年も終わろうとしてるんですけど、最新改訂バージョンということで、かなりパワーアップしてかっこよくなって、わかりやすくなって簡単になって、再登場でやっていこうと思います。はい。本日はこの G ラボのウクレレ、はい、ガズモデルとシンプル簡単バージョンでこの初めてウクレレ使って、レッスンスタートしていこうと思うんですけど、ただいまいつも使ってるこの G ラボのウクレレだし、大好評販売予約受付期間真っ最中でございます。ぜひ皆さんこの最強最高のウクレレだしゲットしてみてください。概要欄に詳細貼っておきますよ。よろしくお願いします。さあ、イベントのお知らせです。はい、松本に行きます。年明けで結構先ですけどね、島村楽器松本店さんで無料イベントですから、はい、これちょっと面白いね、いろいろコンテンツになってるんで、概要欄にね詳細貼っておきますので、ご確認ください。さあ、レッスン入っていく前にいつものご紹介、いつものに2バージョン行きますよ。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやりますけれども、まあ皆さんご存知のように米津玄師さんめちゃくちゃ歌とかコード進行とか、あの一筋縄ではいきませんからね。これはもうガズさんももうめちゃめちゃ聞きまくってめちゃ練習しました。はい、面白いですよ。分かっちゃうと面白いけど、掴むまで時間かかります。後半はかっこいいバージョン。このリズムがまたかっこいいバージョンでもやばいんですよ。これも必見でございます。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ、ひとまず皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからどんどん自分でね音楽生み出せ、楽しくなりますよ。はい、始めてください。さあ、レッスン入っていきましょう。オリオン、米津玄師さん、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみる。 1,2,3,4。神様、どうか声を聞かせて、ほんのちょっとでいいから、もう二度と離れないように、あなたと二人、あの星座のように、僕の頭上にきらめく星、泣きそうなくらいに触れていたんだ。神様、どうか聞かせて、ほんのちょっとでいいから、もう二度と離れないように、あなたと二人、あの星座のように、結んで欲しくて、oh, oh, oh.
スケンシさん、オリオン、ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりめでやってみましたけど、めっちゃ難しいですよね、歌の、あのタイミング。あなたの指が、その胸が、その瞳が、この言葉のね、ささっというところと伸ばすというところの、このね、強弱というかね、抑揚がもう歌が、その言葉遣い、なんて音の並び方とかメロディーがですね、やっぱ一筋縄ではいかないのが米津玄師さんの曲なんです。でも、分かっちゃうと面白い。まずは聞き込んでトライしてみてください。今のガズレレアレンジバージョンはですね、ショートカットオリジナルアレンジバージョンにさせていただいてまして、主に2番のパートをそっくりね、ちょっとショートカットバージョンさせていただいてるんですけど、この曲の主なパートは今のね、ガズレレアレンジのね、簡単版で、網羅されてると思います。まずこれをやってもらって、慣れてきたら、コーラス、コードをね、1番のコードを書いて2番の箇所を書き加えて、オリジナルのね、フルコーラスバージョンの楽譜も作ってチャレンジしていただくのもいいんですけど、まずはガズレレのね、動画に合わせて練習してみてください。ガズレレの動画にコードと歌詞が出てますから、それ見ながら練習してもらって、1個目のゴール設定としては、ガズさんのシンプル簡単バージョンと一緒に演奏できたら、もうそれは素晴らしいと思います。これ今日難しいですからね、歌が。はい。何回も言ってますけどね。で、コードはね、思ったより、簡単コードで6個ですね、シンプル簡単バージョン6個なんですけど、ワンブロックコードずっと2個入ってくるんで、もうどんどん忙しいですよ。はい。この辺はね、肝に銘じて、ちょっとね、何回も繰り返しやってみてください。そしてですね、ガズさんのシンプル簡単バージョンと一緒に、練習して、一緒にできるようになった方、おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube チャンネル、次のステップは一体何かというと、ガズレレ動画を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出してほしいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードと、まあ、全部丸暗記するのってやっぱり大変ですよね。だから最初は楽譜を見て、何回も何回も楽譜練習して、いずれは覚えちゃって、夜空に向かって、この星空に向かって、冬、寒空に向かって歌う。これがいいと思うんですけど、でも楽譜はどこにあるんですかという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。はい。今の演奏は、この39冊目になりました、もうノートが。はい。このノートに書いたガズの手書きノート。2枚にびっちりですよ、今のショートカットアレンジバージョンでも。はい。これをですね、見て今画像演奏していったんですけど、これこんな風に後で写して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今めちゃくちゃ便利なサービス、これが始まってます、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたオリオンを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なガズのノート楽譜の中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータすぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから、皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ベイトとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらい練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといって、スタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことを概要欄に貼ってあるのでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。2023年改訂版のオリオンです。米津玄師さん、今日パート1、今日2枚にわたってますよということなんです。はい、見ていきましょう。これイントロなんですけど、これシンプル簡単バージョンはこんな感じでね、ワンブロック2個でいったんですけど、これ伸ばすですね。かっこいいバージョンはですね、ここねちょっと伸ばしながらもね面白いリズムになってるんで、これ後で解説していきます。こんな風に下に書いてあるのはかっこいいバージョンへのメッセージです。こっちもほらなんか矢印が書いてあって、カッティングって書いてある、これかっこいいバージョンでは、ここね結構脳トレフレーズを弾いていきますよということでございます。なんでここ確認しておいてください。で、あとね、
こういう風にコードが下に変えてあるやつ。これもかっこいいバージョンではこのコードに変わりますよということなんでね、ご確認ください。だけど伸ばすとか止まるとはいいのは共通になってます。そんなご確認をしていただいてから、今こうやって映しておくので、お時間ある方は、この通りに、一時停止して書いてください。そして今紹介させてもらった画図クラブに入っていただいて、この手書きノートの楽譜のデジタルデータをダウンロードしてもらうのはめちゃくちゃ有効です。画図のノートの特徴を見てください。ここに V、これ書いてあるんですか？これ V マーク。これ何かというと、1,2,3,4、うん、あなたの指が、その音が、うん、みたいな、これ、休符なんですね。ここに点が書いて、これリズムが分かるようになってるんですよ。まずこれ休符です。1,2,3,4、うん、あなたの指。つまりこれ全部ほとんどこの曲、裏拍で歌が入ってくるんです。ここら辺がやっぱ難しいところ、歌のね。こういうのがね、ガズのノートは分かりやすいんです。あと歌詞カードには出てこない、この伸ばすところ。こんな風にはね、書いてないんですよ。あなたの指が、その胸がって書いてあるとき、そのーってこういうのがね、ガズノートならではってこと。ぜひこのガズクラブに入っていただいて、このね、手書きノートをゲットしていただくのもご活用ください。お時間ある方はこの通りに書いていくと大丈夫だと思います。はい。いいですか？まずは A メロと B メロ。おい。そしてここにちょっとこれ短いですけど、ここね、ちょっと感想というか、不思議なサビの前のね、感想が入ってます。で、ここがサビです。神様どうかの、ここがもうギューッと来るわけですよ。はい。それでここね、また感想2が入って、ほんで本来はここから2番が始まるわけですけどね。ここはもう感想に行っちゃいます。真っ白でいるってですね。ここがね、なかなかね、なんとも言えない難しさ。ワンブロックコード2個が続いて言葉もね、淡々と行くんですけど、なんかね、うまくここ、タイミングを測るのがね、ちょっと難しかったです。で、ここ、ブリッジパートの後半がこっちになってますということですね。はい。ここからまた後半です。ここは伸ばします。はい。言葉がもう泳いでますからね。で、ここで G7 4つで、つって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 不思議なメロディを弾いて、またサビに戻る。はい。こんな感じですね。映しておきます。で、このサビなんですけど、これ1番のサビと同じですから、ここまではね。はい。いいですか？いいですか？こんな感じか。一時停止で。はい。ほんで、ここまで来たら、こう来て、ここだね。ここから、おーおー、おーおーおーってこう最後のエンディングのところになるんです。ここもうちょっと本当はね長いんですけど、まあこれでもね結構短くなってるんですけど、結構こうボリュームたっぷり最後のエンディングのところをガゼレオリジナルアレンジでやって、最後はこう伸ばしていきましたと。まあ、かっこいいバージョンはちょっとここ違うフレーズになるんです。FC で終わったよと。こんな感じのガズレレ簡単アレンジになっております。はい。動画と合わせてご確認ください。じゃあコード、出てくるコード見ていきましょう。赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、今映ってるコード6個。この曲コード6個ってすごくないですか？言っていきます。C、Am、F、G7、E7、Em7。この今映ってる6個はね、こう信じられないぐらいに簡単入門コードなんですよ。これは安心してください。これです。ガズレレ必須コードのグループのメンバーでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、グレレ始めたばっかり初心者の方に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあるのと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単だけど、10個いっぺんにどんと覚えようとすると何がなんだか分かんなくなっちゃうんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っとくんで、10個のガズレレ必須コード覚えちゃってください。さあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていく前に、やっぱりこれはですね、相当聞きまくってください。米津玄師さんはもう他の曲も全てそうですけど、やっぱ歌のねタイミングとメロディー、これがもう異次元クラスなんです。異次元クラスだからこそ宇宙があるんですよね。本当にね、もうハマりますよ。はい。まあ、しっかり弾かないとそもそも弾き語りできない、そんなような代表的、アーティストだと思います。一筋縄ではいかないけれど、その奥深さといったら半端じゃない。はい。そんなのを意識していただいて、かっこいいバージョン入っていきましょう。かっこいいバージョンはコード1個追加。F マイナーです。これはね、よく出てくる初心者が突っかかっちゃうコード。1弦の3フレットと2弦の1フレットと4弦の1フレット、この3箇所です。こうやって押さえる。あるいは、親指でこうって押す。はい。ウクレレを低い位置で持ってる人は親指がおすすめ。高い位置で持ってる人は人差し指がおすすめ。これ F マイナーはね、かなりね、質問が多いコードなんで、概要欄に詳しい解説してる動画、URL 貼っとくんで、ちょっとね、研究したい方、F マイナー極めてください。今日出てきますよ、ということです。はい、そういうわけで、じゃあリズムの解説いきましょう。今日出てくるリズムはこちらです。ドーン。16ビートのチャ。あと、カッティング。16ビートのチャが半分、疾走ビート。今日はなかなかなリズムでございます。今映ってる弾き方、一応解説動画概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろという URL のところに、それぞれの濃厚解説レッスン動画弾き方書いてあり、動画がアップロードされてますね。その動画見て研究してもらいたいんですけど、今日は基本的にやっぱ16ビートの曲なんですけれど、
結構16ビートなんだけども、ゆったりした感じがありますよね。で、今日はね、これカッティングのフレーズがもうね、まあ来ますから。まあちょっとどんどん説明していきましょう。まずイントロが、イントロもちょっと不思議なんです。こんな感じのコード進行であります。矢印マークがあってシンコペーションで伸ばすんですけども、タイミングに注目です。ワン、ツー、スリー、フォー、ダーンズダーンです。わかる？最初ダンダンダン G7 でアップ、これシンコペーション、ダン1234、1234、このタイミングちょっと練習、せーの1234、1234、1234、1234、1234、止まる。はい、これがイントロです。タイミングシンコペーションなんですけど、ちょっと面白いリズムになってますね。はい、これをやって次からが今日一番難しいと思われるところ、 A メロ、 A メロと B メロのところがねかなりきてます。16ビートのちょっとカッティングが混ざったやつです。ちょっとね歌わずに弾、あ、歌って弾いてみようか。ワン、ツー、スリー、フォー、あなたの指がその胸がその瞳が、これかっこいいでしょ。でもこれちょっと難しいですよ。こんな感じです。ダッタチャカバッタツカチャカタカ、こんな感じですね。ダッツダッツチャッツトストパカパカ、これカッティングなんですね。これ表に表すと、丸は引く、バツはカッティング、星はチャです。ダッツダチャカ、あ、ちょっとここに最初もう一回チャがある。ダッツツダチャカ、ダッツツツツチャカツ、ダッツツダチャカシーツツクツクチャカ、ダッツツダチャカツツツクツクチャカツ、かっこいいけど難しいでしょう。まずこの表を見てゆっくり、じゃあちょっと F と G7 の繰り返していきましょう。せーの、 F F チャカ G チャカチャカタカ、 F F チャカ G7 チャカチャカ、 F F チャカ G7 チャカチャカ、シンコペーションですから、ね、矢印がついてるから、ダッツダチャカダッツクツクチャカツク、ダッツダチャカダッツクツクチャカ、はい、これが基本です。これゆっくり練習してもらって、コード進行がこんな F、G7、Am、C、これがひたすら繰り返されていくんで、このコードが同じで繰り返されるっていうのが結構、嬉しいポイントですけどね。ちょっとこのコード回しで練習していきましょう。せーの、3、はい。わかる？カッティングってこうチャカチャカ触るだけですよ、左手。はい。タツツタツツタツツ、カチャを入れなければ、チャを入れると、あ、こんな感じ。チャを入れなずで、まあ、とにかくこれはもう慣れるしかない。これ表をもうひたすら見てください。ダツツタチャカダツツ。色が変わってるところではコードが変わってるってことですからね。はい。まずこれを弾くだけでも大変なんで、これで歌おうっつんですからね。しかもこれ A メロと B メロで歌のタイミングが違うから、ここはもう超脳トレです。ガスさんもめっちゃ練習しましたよ、ここは。でも、ハマるとね、気持ちがいいんですよ。ここはもうただただもうね、コツも何ももう何回も何回もやるしかない。もうこのリズムをものにする。まずでも、リズムだけで弾けないと話になるんですかね、歌うも何も。なんで今日はハイパー難度ですね、これはね。はい。取り組んで、ちょっとなんかね、だから若干跳ねてるリズムの方がやりやすいと思います。で、B メロのですね、後半の方から16ビートのチャにリズムが変わってくるんですよ。じゃあ、それは不意に落ちてきてからちょっとずっとやってみましょうか。それは不意に落ちてきて、あまりにも暖かくて、飲み込んだ七色の星、弾け引っ張らみたいに、きっとボールを困る。ここは16ビートのチャ。それでまた会って、F マイナーを伸ばす。なんだ。で、ここでまたあれです。てっ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 て、これ、同じです。A メロと、このカッティング。てっ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 て、止まる。神様、サビに入っていきます。
です。まあ、これ歌いない。この B メロのところ、今の歌、ガズが歌ったところでめちゃめちゃむずいですよ。このカッティングやりながら歌うっつうのはですね。ここがまたもうね、もう脳みそがもうね、こう、あったかくなりますから。時間かけてやってみてください。で、サビはですね、シンプルな16ビートのチャカと思いきや、なんと、16ビートのチャカ半分なんですよ。で、しかもシンコペーションマークがついてます。こんな感じ。ちょっとサビやってみます。神様、どうか、どうか、声を聞かす。これがいいと思う。スケール大きいでしょ。16ビートのチャが半分ですからね。ちょっとゆっくりやると、神様、どん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 、チャカチャカ、どん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 、チャカチャカ、アップでコードが変わります。どんどん、アップで G7、はい、Am からこのアップで Em7。こんな感じですね。ちょっとスケールでっかい、雄大な感じが表現されると思います。16ビートのチャが半分ですからね。これがキーポイントですよ。で、その後ですね、結んで欲しくての後、感想の2番目の感想なんですけど、ここはですね、コード進行もちょっと変わって、疾走ビートになります。ここの疾走ビートっていうのはね、ダウンピッキングでやるのがおすすめです。そこをやってみると、結んで欲しくて、ダトン、ドンドン、ダンドン、ドンドン、ダンドン、アクセント、ドッタッ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 ト、このままいきます。真っ白でいる。こんな感じでずーっとこれ繰り返しなんですけど、このね、淡々といくダウンピッキングでリズムキープが難しいですからね。このコード進行でちょっと練習してみましょう。疾走ビート、せーの、トトタトトトタトトタトトタトト、アクセント、タントタントタトトトトタトトタトトタト、わかる？ドドダトト、このね、一個だけアクセントをつけるのが結構難しいです。で、アクセントをつけながら歌うとまたリズムがなんか迷子になっちゃったり、案外ワンブロックコード2個なんでね、自分がどこのコード弾いてるのか迷子になりますから、これがね、キーポイント。で、後半は伸ばします。それであとはまあ、雰囲気聞いてもらったらわかると思うんですけど、あと繰り返していくという感じですね。で、最後の、2回目のサビが終わった後の、あーおー、あーおーおーのところも、16ビートチャが半分なんですね。このね、曲で。16ビートのチャガ半分のリズムは、しっかりマスターしていきましょうということです。で、一番最後のエンディングなんですけど、最後伸ばすんです。ここ。ダダダダ、FGCC で止まって、ここがちょっと特徴的だなと思いました。いう、そんな感じなんですけど、これね、いろんなリズムが要はね、折り重なってるんで、まあこれ同じリズムでこうキープしたいわけですから、この世界観共有させて。まあこれはですね、もう何回も言ってますけど、これハイパー難しい曲です。ハイパー難しいですから。で、このやっぱり米津さんの死世界とかその PV、ミュージックビデオのイメージとかね、やっぱりこれはね、もうやっぱ、ただものじゃないですね。もう宇宙人なんじゃないかというぐらいの凄さがありますけどもですね。じっくり時間かけてもうやるしかない。そんな曲だと思います。いきますよ。米津玄師さんのオリオンガゼレレのかっこいいバージョン、やってみる !1,2,3,4! あなたの指が、その胸が、その瞳が、眩しくて少しめまいがする分もある。それは不意に落ちてきて、あまりにも暖かくて、濃厚な七色の星、弾ける火花みたいにきっと僕を困らせた。それでまた歩いて行けることこそ、神様、どうかどうか声を聞かせて、ほんのちょっとでいいから、もう二度と離れないように、あなたと二人、あの星座のように、結んで欲しくて、奇跡
たんだ僕の頭上にきらめく星泣きそうなくらいに触れていたんだ。神様どうかどうか声を聞かせて、ほんのちょっとでいいから、もう二度と離れないように、あなたと二人、あの星座のように結んでほしくて、ケンさんのオリオンガズレレオかっこいいバージョンやってみた。めちゃくちゃすごいわ。これはもうやっぱりね、ただごとじゃないです。ただごとじゃないけど、やっぱりかっこよくて、本当宇宙を感じる。オリオンっていう曲名からもそうだし、こうスケール感っていうか、何か突き抜けたね、やっぱり何かすごいものを感じますけど、やればやるほどね、こうスルメみたいに味わい深い曲だなと思います。まあ、難しいですよ。まあ、じっくり時間かけて取り組んでいきましょう。さあ、さっきも言いましたけど、ただいまガズレレ、ジーラボのウクレレ、大好評販売予約受付期間中真っ最中ですよ。概要欄に貼っとくんでチェックしておいてください。合わせて松本でイベント、ちょっとまだ先ですけどね。松本、いいとこですよ。寒いけど。はい、ぜひチェックよろしくお願いします。そしてですね、とうとう発売になりました。はい、こちら、簡単ウクレレソングブックのハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2です。こっちの青い方はかつて出していたソングブックの1と2が1冊になって、このちっちゃいサイズになって200曲入り、こっちのピンクの方は、かつて出していたソングブック3と4が1冊に入って200曲入り、英語サイズというかなりのコンパクトサイズになってます。持ち運びにもいいし、実家とか車の中とか職場とか、あっちに置いとくっていうのの1冊にもおすすめでございます。連れ回してください。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみてお試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、1曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさんトレーがあってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTubeこれ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから、鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん、楽しく音楽していこう。バイバイ。